学長くんガチョン、えー、今日は中島信也さんにお越しをいただきましたどうもありがとうございます東北新社の社長でご紹介するよりもテレビ CM のクリエイターと世界的に知られているのはそっちかなと思うんですあそうだだから自己紹介お願いしますはい えどうも皆さんこんにちは中島信也でございます、えー、今日はね、えー、すごい素敵なとこにお招きいただきまして <laughs> えありがとうございますえー、っと僕はね、あのー、CM テレビコマーシャル、えー、テレビコマーシャルの監督ディレクターですねこのテレビコマーシャルのディレクターを、まあえー、ほとんど40年ぐらいやってます 82年からやってますから2022年で40年、えー、ずっともうこの仕事をやっているとで、えーまあ、一つの会社に大学卒業して就職しまして一切辞めてないと <laughs> で見習い,<ー>見習い社員から、えー、社内でベンチャーを続けまして社長にまでなったという、うんえー、ベンチャーとイノベーションの。 人生を会社員としててやっておりますで、えーうん、今はそういったことで東北新社、まあ、グループのですね代表取締役社長という形で社長業をやっておりますけれどもあの、まあ、クリエーターとしての側面これはやっぱり、えっと、まだお役に立てるということで、えー、土日はクリエーター。 えー「平日は社長」というまあ,あ昔流行った「リアル二刀流」というやつをですねやらせていただいてますけれどもその他テレビコマーシャルをねずっと作ってきたっていう、まあ、ただもう映像だけやってきたというよりも、えー、結局コミュニケーションを作るということをずっと極めてきたということで,<い>でコミュニケーションを作るためにいろんな テクノロジーを使ってやってきているということなんですがこのテクノロジーも僕自身が、えー、技術を持っているというよりも本当に技術を持っている人間と一緒になって、うんえー、であとアナログの技術を持っている人間いろんな技術を持っている人たちのチームをですね、まあ、ディレクションしてくるというのが一番大きな仕事だったんで大きく言うと えー、チームによる、えー、コミュニケーションの作り方チームの運営の仕方みたいなことも自分の中では何、えー、かこう育まれているんちゃうかなっていうふうに思ったりしてるございます。していいいいるございますす、ねはいえー、ついつい、ね、あの関西のの方ですので えー、おもろいこと言わなあかんのちゃうかなっていう気持ちが働いていることは事実です。今日は、<laughs> 今日はもう一切面白いこと言いませんのでよろしくお願いします。いやいやいやそんなお気遣いなく、お気遣いなく。クリエイターという面とそういうこうチームビルディングしてプロデュースするプロデューサーの面と経営者の面を持っているってことですよね、はいはいはい。大きく言うと僕の経営もそういった意味では ディレクションであっったたりりプロデュースでであすすると思うんの会社っていうものを一つのスタジオに見立てた時に、えー、そのスタジオのメンバーがあのー、生き生きと動いてくれる持ってるポテンシャルを全部出してくれないことにはいい作品できないんでやっぱりど,どうやったらええやろうかと僕はスーパー経営はできへんけどもこいつらを盛り上げることできるぞっていうのが僕のね<ー>一つの、あのー、自分のまあ 経営における拠りどころとしているところなんで、まあ、監督と言っても言ってもらってもいいしうん、うん、ディレクターとプロデューサーでもあるのかなっていうふうに思ってますいろんな才能をの花を開かせるというのが仕事やなと思ってますそれコマーシャル作品を生み出すっていうそういうアーティストの面と経営する今やっておられるその経営者の面と大体いいそ,そんなに違わないってことですかはいあの クリエイターによってはね、ものすごいやっぱりクリエイティビティを持ってて、作家性うん、うん、持ってるぐらいの映像作家って素晴らしい人いっぱいいまして、あの、僕、残念ながらそういった才能っていうものは、もう一つで、むしろ、<ー>えっと、広告ですから、あるミッションを与えられて、え、ゴールを与えられた時に、そこに向かって、このチームでどうやって進んでいくかっていうことで、作品ができていってるんですね。もちろん、あの、美術大学行ってましたから、<ー>一つの、えっと、 画面とか映像に対しての感覚は多少あるにしてもいわゆる映像作家さんが作る広告と僕みたいなディレクターが作る広告とはちょっと違うんちゃうかなとだから僕のやり方っていうのは<ー>、えっと、みんなの力を生かす俺はすごいからお前らついてこいと俺についてこれるやつついてこい方式ではなくて「わすご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 」って言うてる人たちを集めて「わすご」って言うてる人たちを集めて。 おだててほんで、えー、もう自分が持ってる以上の力をねわーっと発揮していただいて今まで本当に数々の賞やら頂い,いてるのは、はい、そういったエネルギーを集積できてる結果なんですよねだからそれはものすごく僕がやっている社長業とそんなに遠くはない、うん、まあもちろん、えー、経営ビジョンを持ったりとか 明日のの会社の行く末を考えたりとか、うん、あと例えばほんまの起業家さんみたいに自分でそろばんをあじいてえー、鉛筆をなめたりとかそういうことはこれぐらいの規模になってくるとちょっと僕はできませんけれどもねだけど、うん、大きなところで、えー、とみんなが力を発揮できたらまだまだうちの会社っていろんなことができんのちゃうかなっていうふうに 思ってるんですわ。ええ、あのー、美大に行った,はったってことですけど、そのその頃からもうコマーシャルを作る仕事をしようって思っておられたんですか。いや、もう全く思ってなかったですね。あのー、僕は武蔵野美術大学資格伝達デザイン学科というところにいたんですけれども、うんうん、まあ、ビジュアルコミュニケーションの基本は学ぶんですが、変な学校でね、あのー、要するに答えを与えないんですよ。 うん、であのまあゴールを示さないで、まあ、自分で考えなあかんっていうことで問題はいっぱい課題問題みたいなものはいっぱい僕たちに与えられるんですけども答えはこれが正解っていうところに向かっていくのではなくて、えー、自分で、えー、進む道を考えていくという中でですね、えー、僕は映像は一切やってなかったですね、うんまあ、やってたというと高校の1年の時に。 えー、クイーンの「炎のロックンロール」っていう曲に合わせて僕がブルース・リーの格好でヌンチャクを踊る映画を一本撮ったのと高校2年の時に、えー「<laughs> てて頑張れ桃太郎」ということで僕が桃太郎となって鬼を退治するっていう、えー、現代ドラマを一本、えー、<laughs> 撮ったのがったの えー、ありましたけども大学はもう一切映像とは関係ないところで行きましたで,ですからまあただまあ、うん、広告っていうのはちょっと当時ブームで糸井重里やらあの辺が流行ってたコピーライターブーム面白い広告が世の中にいっぱい出だした時ですねで「あ広告っておもろいやん」ってみんななってた時なんで僕広告の授業は取ってなかったんですけどもチームで広告の課題を出して勝手に出して。 で勝手に褒められて単位を何も関係なく勝手に出してっていう、うん、なんかこう面白がってましたね広告をそれでまあ、えっと、ただなんで広告の方行けへんかったんやっていう,あのう志望してなかったっていうのはなんかちゃうんちゃうかなと大きな意味でもうちょっとデザインっていうものを考えてて、うん、デザインがねあの、うん、もうちょっとねなんかこうほんまはもっと世の中を よくする世の中を面白くするためにデザインってあるのちゃうのかなとなんか広告っていうとどうしても一企業のためのクライアントがあってその企業のお先棒を担ぐというような,、うん、なんかもう一つ広告にスッといく感じじゃなくてみんな広告の方に就職しとるけどもこいつらこれでええんかなっていうふうなちょっとちょっとへそ曲がりな発想を持っている。 ほんでそのへそ曲がりな発想学校もうちょっとおもろくできへんかということで頼まれたんですけども芸術祭ってあってあいわゆる学園祭ですねうん、うん、それの実行委員長をやったりして実行委員長もみんな協力してくれへんのですよ結構孤独なんですけどもねその中で<ー>なんかでもいつもこれでええんかなこれもっとこうやった方がええんかなこれおもろいんちゃうかなっていうようなことを 考える癖みたいなものをねだからずっっと持ってましたで就職はしたんですけど就職してからもうとにかく生きていくためにまっしぐらでやってきたんやけどもほんまに学生時代にえっとほんまにこれはこれがええんかな一番の幸せは何やねんと、うん、みんなの幸せって一体何やねんっていう青い 青い気持ちって僕自分の中で呼んでるんですけどねこの学生時代に抱いた青い気持ちっていうのは、えー、代表取締役社長になった今でもやっぱりどこかにありますねそうなんですか、えー、やっぱりなんかうん、うん、ずっとそういう意味じゃ根っこが変わってへん感覚は僕の中にありますあそうなんですね、えー、中島さんでもその こうクリエイターとして活躍されてる頃って、うん、ゆくゆくは社長になるでみたいなのって想像されてたんですか100%想像してないですよね <laughs>、えー、ゆくゆくはやっぱり、えー、これはフリーランスになって、ねうん、で、えー、っとめちゃめちゃこのお金を稼いで、ね、ベンツに乗ったりみたいなね当時はそういう時代だった。 であの僕は、えー、この会社に入って初めてテレビのコマーシャルの世界を知ってね、うん、で一応ライとしてしゃ修行を積んで一本立ちするんですけれどもあの先輩たちすごすぎて絶対語れへんわっていう、うん、あの今と一番僕大きな違いがあるのは。 なんかこうあの先輩みたいになるみたいなんが分かりやすくあったんですよね、はいはい、目標となる人がいて、うん、そこに向かっていくでっていう風なんがあってそれで見てたらあかんわと<ー>これ無理やなとで作品も溜まってきました、えーうん、時代もバブルが始まりました、うん、さあもうこの辺でトップは無理やから稼ぎに出るかって思ってベンツや 川崎徹さんというねすごい、はいえー、有名な CM ディレクターの僕、ね、はもうね神様として浮いてる人がいたんですけどもうん、うん、この人が「えっと、中島お前フリーになれと」と、うんうん、86年ぐらいですね85年か6年「お前フリーになったらさお前一本やったらさボーナスぐらい金もらえるぞ」と「お前毎回ボーナスもらってみ1年で」 ベンツ買えるぞ。中島、ベンツ帰るぞ。とだ。という声、ベンツ。頭にベンツと書いて、僕は歩いてたんでしょう。それを、私を見習い社員として採用してくださいました、<laughs> 創業者の上村万丈が、ベンツを見たんやと思うんですね。<ー>中島君中島君ちょっとこっちに来なさいと、うん。えっと、ある会議室に連れて行かれて、そこにあったのが、 デジタルの映像システムをやったんです日本にはなかったイギリスのクオンテル社というところからね仕入れたシステムでまだ使い方もわからない何年頃ですかそれ十六年1986年でまだフィルムで作ってましたフィルムからデジタルになったの8345年ぐらいでデジタルでえっと デジタルにな,ってな,、まあ、なってませんまだ、うん、フィルムのままです、うん、フィルムを、えー、のままやわ VTRCM ってのうのあったんや8 4五年がねただデジタルはない、うん、でデジタルというのができたのが86年で、えー、我らがオムニバスジャパンが創業したのが87年なんですよだからそのタイミングで僕見せられて当時ねアメリカのね映像がガンガン入ってたあの「ベストヒット USA」という番組で。はい 小林克也さんの、えーうん、そうです小林克也さんのこれね、うん、撮り方が分からへんよね映像があの、うん、マイケル・ジャクソンのスリラーに代表されるようなはい、はい、ミュージックビデオですね、はい、ミュージックビデオがいっぱい入っててなこれどうやって撮ってんのえこれ無理やっていうのがいっぱいあって、うん、これができるようになったら先輩たちをちょっと抜けるかもしれんなと思ってた矢先にデジタルの技術にしてもらって、うん、これやと。 これやったらいけるかもしれんと思った瞬間僕はベンツは棚上げ<ー>よししばらくこの上村万次郎先生が買ってくれたこのデジタル編集というおもちゃを使ってあとコンピュータグラフィックスも来てこの新しい映像テクノロジーでちょっとやったのか言うてグワ、えー、ー入り始めてほんでやっぱりその結果あのー、いろいろな、あのー 画期的な映像をね、作ることができたっていうのはあると思うんですよね。うん、だから、そういった流れで、えー、一本立ちするぞと。その、そのし、デジタルに頭がなってしまって、で、気がついたら。あのー、まに、もういろんなことがございまして、代表取締役社長にな。いろんなことがございまして。全然、こちらの方に向いてはいませんでした。でも、そういう、こう、はい。 大きな,なんとかこうスイッチ変わるところアナログからデジタルへのところのまあ出会いというかそのそのタイミングでそれその転がってきたボールこうシュート打つかどうかで変わりますよね人生い全然変わりますね、うん、あのだから若手に言うてるんですけれども若手はもう僕がちょうどデジタルに出会った時これは先輩絶対無理やって思ったんですね。俺が でったらだから今全然それを思えると思う中島さんこれ無理だろうなっていうのをいっぱい持ってると思うんですよね,ねでそれがやっぱり俺を打ち負かすんであってでそれのチャンスは昔より今より昔あ昔より今の方がボン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 新しい、うん、あのエンジニアリングが来てるからそうです、ね、どん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 使っていって、うん、で結局おっさんたちを追い出すためにあるんですよね新技術っていうのはね、うん、それを、ねうん、使える時やからね。 いやもう後ろからグヤチク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 うわーすごいなーってえこれお前自分でやったうわー俺無理や無理やっていうねあの最近はもうほんまびっくりしますわ中島さんがこうそういうマモスの映像みたいに作られたような、えー、もっとすごいテクノロジーの波が今来てるから来てるチャンスでしょうね、えー、あの単にこうクローズドのこの画面の中の、えーえー、イノベーションだけじゃなくてそれをどういうふうに伝えていくかっていうその、えー 伝送回路の、ね、コミュニケーションルートが大体画期的に変わったじゃないですか、うん、ネットで、はい、それともう一つは、えっと、データがこんだけ自由に使えるようになっていることによってもう3次,なな、うん、次元化していくってその中にもちろん自分も没入していけるぐらいの、うん、なんかデータが軽くふわーっとこ,うこのようにこう、えっと、ある社会になったね。僕らはこの中に まだ本当に印刷みたいなうん、うん、印刷の1つ動画版みたいなことからこれはもう完全に二次元でした見る状況も二次元やったんがもう今、その中に自分がいるっていう状況を作れるということは表現はもうめちゃめちゃちゃうもうおもろいことできるんちゃうかなと思いますよね。いやもうびっくりしますわ、はい、そんな中島さんにとっての学校というのはどう,どうだったんですか、うん 小学校っていう学校があったんですけどもこれは楽しかったあ楽しかった学校行って変なこと言うのが仕事やったからなるほど中学校ちょっとだけねちょっとだけ頭良かったなと思うんですよ、うん、勉強がそんな難しくなくてできた、うん、それで高校中学で調子に乗って勉強してたから高校に入ったら ちゃんと本間の勉強の仕方しなあかんので、あっという間に落ちこぼれました。<お>高校は、えー、毎日毎日暗い気持ちで通ってました。<ー>それで、えー、まあ大学に行ってから僕にとっての学校っていうのは大学がやっぱりすごく大きいんですけども、<ー>うん、やっぱり僕にとっては。 うん、友達の刺激の方が先生から得たものよりも大きかかったかなうん先生はヒントを投げかけてくれた同じヒントを同じ命題を学生にボーンと与えてリアクションが全部ちゃうわけですよね、はい、そのちゃうリアクションに僕はショックを受けたしあのー。 それがやっぱり今でもなんかこう大きなもやもやとなってまあもやもやしてるっいうかあのうん一番大きななんかこう糧というかものを考える一つのベース、うん、いろんなやつがいろんなものを見せる多分この学校もそうやと思うんですけども人の作っ 作るというか人がやっってることってわかるるようにきっとななていじゃないですかうん、うん、閉ざされてないっていうか、はいはい、美術学校ってそれの一番、えっと、原始的な形で高校の時から美術学校入るために絵描きますわな絵、うん、描いたやつを、えー、美術の受験をする予備校では順位で並べようねこれが一番うまい人。 で2番目 2>、はい、でダーッと並べられて僕あの辺にあったりするんですよ、はい、これ残酷<ー>残酷やけどそれをずっとやってると自分分のの位置が分かってくるのね、うん、だから、うん、美術大学でも何らかで自分を表現せなあかんから表現したものを、まあ、当時はランキングされる。 今は僕はランキングっていうものはそんなに深い意味ないと思うんですけどね、うん、もっともっと差異があってこそ面白いっていう社会になっていると思う当時はうまいもん順で並べられる,るそんな時に落ち込むでイラストレーションで、えー、こいつには勝たれへんわと思ったらもうイラストの道はないなとかね、うん、そうやってサバイバル考えるんですよ、はい、でもこれは写真うまいやつな俺は写真ないなとかね うん、クラスに漫画ばっかり描いてるやつ、うん、こいつは全然褒められてへんかったんやけども三浦淳って知ってます、はい、あいつがうちのクラスおったんやけどもあいつは漫画ばっかり描いて先生に馬鹿にされてて「お前のはデザインじゃない」とか言われてたんやけども <laughs> でも三浦淳もあいつも有名な寮だからな。 <laughs> 分かれへんもんやないろんな三浦潤かともいつも遊んでましたよね、えーうん、で。も何で遊んでたかっていうと学学校校の課題ととととででででやってるこことと関係なないいろ遊んんもすよそれは、うんうん、僕はやっぱりあるヒントなり命題みたいなものを与えられてお前らこれ考えて言われた時にそのリアクションをやっぱり。 まあ出し合いながら触れていくっていうことがあったんで、うんうん、僕学校っていう大きな命題を学生に振りかける場っていうものはものすごく意味があると思いますバラバラな自由なみんなが集まって話をするのと全然違,違うと、うん、同じ問題抱えてるわけですよ、うん、あれどうなえすんねやろなって,、うん、っていう問題であったりとかまあ本当にいろいろ あいつなんか学校やめたらしいでという一つの、うんうん、世の中的な問題であったりとかでも大きくは僕はなんかと複数いる人数のところに共通のテーマを投げかけるという一つの システムとして、うん、でそれのリアクションがうごめくっていう部分にものすごく値打ちがあると思いますし、うん、そのリアクションはお互いのリアクションがよう見えた方がえい,いと思うんで、ね、そこはねえっとかけがえのないものが得られると思いますあんまりクローズドでやってると分かれへんと思うんですよ、うん、通信教育でも何でも分からないじゃないですか人、はいはい、がどんなん出してるのか、はい、そういうことじゃなくて場というものがあることが僕は すごい意味のあることちゃうかなってちょっと思ったり今言われたからちょっと考えてみたらそうやなって思ってますわ非常に納得のいだからここの新しい大学も場をどう作っていけばいいのかなってこうずっと模索しながらなんですけど今お話しあったようにこう大きな共通の問いかけをするとでそれをみんなでこうインタラクションしたり刺激になるようなことをするっていう設計をちょっとこれからもやっていきたいと思いますので面白いですよそういうあの で、えっと、みんなちゃうんでね。今はちゃうことがいいじゃないですか、すごく。はい。同じこと考えてるのかで一番面白くないわけで、かぶった言うじゃないですか。確かに。昔はかぶった。確かにそうですよね。今、今、かぶったかぶったあれってなりますあるだから、これはね、あの、今世紀入ってからのことやと思うんですよ。19世紀はかぶるっていうのは、俺も一緒のこと考えてたわ、って言って、さすがやね、俺もすごいなっていうのが、あかん、かぶった やばかぶるというのはオリジナリティがないということだから、えっと、自分なりのなんか観点を発掘するというこれはねうんそういう命題を与えられ続けている中で心持ちとして、えっと、人とちゃう方がええねんでっていうのがありさえすればよし、絶対人が考えへんこと考えるぞって言ってもういつもそ,ういうその頭ずっと来てますわ。面白い 最後にあのこれ見てる若い連中にぜひともメッセージをお願いします、はいえー、今日はすいませんでした何かねもう反射的に話をしてましたけれども表す表すっていうことが一番僕は大事やと思いますね。えっと、表現をしてみる、うん、考えてることを表してみる。 であのー、一番ね、うん、海外に行ってちゃうなと思うことは海外ってアホとちゃうかなって思うぐらいに「こんにちはありがとう」って言うんですよ。うんうん、で僕は「ありがとう」って絶対言うようにしてます。大阪の人結構言言いいまますすす、うん、コンビニ行って、えっと、ありがとうとう <laughs> ぐ意外と このありがとうとかこんにちはっていうのがグローバルに行くときにはものすごく大事です。えっと黙ってると、えー、何にも始まらないんで、ぜひ自分をもう格好悪くてもなでもあの大阪人がありがとうとか言ってるのはえっと恥ずかしくないんです。あの笑われてちょうどいいんです。アホちゃうかと <laughs> ボケるっていうのはすごく自分を自由にします。 いやもうボケますわ」って言って自分を表現してみるっていうことで自分の「ええー、かしたるで」っていうのを外していってどんどん自由にどんどん発表していってほしいなって思いますね。えー、発表したいもんが発表したいもんができた時うわこれ発表したいなこれ明日発表するの楽しみやなっていう時ねものすごくえプレゼンテーションができるんで。 えー、プレゼンテーションどうやったら私下手だからっていうのは発表したいもんがいまいちやからなんですよ。発表したい。これみんなに見せたい。すっごい発表したいっていうものができたら、すっごくいいプレゼンテーションができます。えー、豆知識でした <laughs>、えー。そんなとこです。はい。<laughs> ありがとうございました <laughs>、はい。どうもありがとうございました。